まずチームとしては0点に抑えられたってところはすごい良かったんですけど、まあ、課題もあったんで、まあ、コルツリーグまだ2戦残ってるんでしっかりそった課題修正して来週からまた頑張っていきたいと思います。まだ A リーグの試合もあるんでしっかりそっちの方の応援も皆さんよろしくお願いいたします。